ついに始まりました。エピローグ、長きにわたるワン・フォー・オールとオール・フォー・ワンの戦いは終わったけど、僕らの物語はまだ終われないと。僕らが明るい未来を示せるまでとのこと。堀越先生には感謝しかありません。そんなラストスパートにつながる最新話がナンバー424エピローグ。衝撃展開ばかりでした。メジャー級ヒーロー灰回り光一の現着とか、かっちゃんさんの男泣き、わかっていても重すぎる無個性のデク、あと意味深なセリフも多かった。残り火がくすぶってるとか、しがらきトムラの捨てゼリフ、明日のお前ら次第とか、ここも一緒に見ていきたいです。そしてなんといってもラストで見せたデクの最終形態、全読者想定外のソフトモヒカン。ジャンプ主人公の宿命であり誉れともいえる断髪式。今日も皆さんと話したいことだらけですが、いつも通り僕ご参事なりに感想をお届けできればと思います。まずは最初は緑谷いずくとワン・フォー・オールからチェックしましょう。大日決戦終結から1週間後の世界、セントラルの一室にてデクが目覚めました。やはりあの激闘は終わっていたと。僕小三治的にはまだ実感はありませんが、終わっちゃったみたいです。そこでデクの現状と死柄木トムラの捨て台詞が明かされました。 1-1 死柄木トムラの捨て台詞、このエピローグで非常に重要な気がしています。死柄木トムラがデクに残したセリフ、それは明日のお前ら次第だな、せいぜい頑張れと。このセリフはざっくりしていますが、僕小三治は2つの意味があると思っています。まず死柄木トムラが最後までヴィランであることと、新しいフィクサーの台頭の2つ。 1-2 救えなかった。死柄木トムラの捨てゼリフを順番に見ていきたく、情報を一緒に整理していきます。病室でデクは志村天子を救えなかったとオールマイトに語りました。デクは精神世界で志村天子の憎しみを砕きましたが、彼はヴィランのヒーローになるという意志を抱いていて、最後までそれが折れることはなかったと。最後までヴィラン連合のリーダーだったわけです。ただオールマイトに言わせてみれば、笑ってたならいいんじゃないかなというところ。ジェントル目線も緑谷少年は誰かの笑顔のために戦っているともしていたので、デクとしても死柄木弔を救う論争に決着がねついたはずです。笑ってたからと。その死柄木弔が最後まで壊し続けた様をデクは肯定してあげたのが、もう壊したよというセリフ。それが前回のラストでしたが、その返しがあったと。それは明日のお前ら次第だと。 1-4 明日のお前ら次第、この明日とは抽象的な意味で、ヴィランが笑える社会のために、明日のためにお前らが変わっていたらという意味でもあるかもしれません。社会にね、不満がなければヴィランなんて生まれないからと。ただその明日が本当に明日があるのかもしれないわけです。現在の時系列は大日決戦終結から1週間後、この1週間の間に終結の翌日に何かがあった可能性もあります。この最新話でそんな描写は一切ありませんでしたが、オール・フォー・ワンと死柄木トムラが消えたからといって今までの暴動が沈静化するとは思えません。それこそおばほのようにオール・フォー・ワンという影の支配者が消えたのであればと、誰かが次のフィクサーになろうとするのも必然です。それが死柄木トムラの言う明日なのかもしれませんし、映画第4弾につながるとこなのかもと。ただその明日には海外ヒーローが現着していて、ザ・スカイクローラーもいたから今があるとも読めそうです。 1-5 せいぜい頑張れ。死柄木トムラは笑いながらデクの健闘を祈りました。それは嫌味なのかもしれませんが、彼なりに応援している気もします。その時の死柄木トムラはデクにワン・フォー・オールを譲渡しているかもしれなかったり、死柄木トムラ目線、デクが手を伸ばし救われたのも事実です。オール・フォー・ワンによって作られた人生だったと。死柄木弔はその人生を否定されましたが、その時点ですでに志村天子はヴィランのヒーローになりたいと自覚していました。憎しみがデクによって壊され、ただ壊すためだけの破壊心ではなくなってたわけです。だから人生を全て否定されながらも自分の個性を自覚していた志村天子はオール・フォー・ワンに反撃を入れることができたと言えます。まあ、かなりねえぐい一生ですが、最後は笑顔で終われたと。志村天子自身も最後は自分が泣いているガキだったのかと自覚していましたし、死柄木弔はヒーローとして10代目継承者としてデクにヴィランの未来を託していたとも取れるかもしれません。グーパンしていましたし、ここはねエピローグで注目したいところ。 1-6 ワン・フォー・オール、
第二次決戦で主力を尽くした両者、デクとオールマイトは共に命の別条はないようです。今となってはオールマイトが生きていることが作品の文脈的にも当たり前ですが、いつ死んでもおかしくないような展開でしたし、本当に素敵なキャラだなと思います。そんなオールマイトですが、もったいぶらず核心に迫りました。デクがワン・フォー・オールを譲渡したことにオールマイトは気づいていたと。この第二次決戦は映画第2弾を積極的にオマージュしており、本映画にてワン・フォー・オールを譲渡した展開から、デクが死柄木弔にワン・フォー・オールを譲渡するエンドは予想できました。ただ面白いことに、デクは残り火がくすぶっていると言い始めたわけです。映画では奇跡的にカッチャンさんからデクにワン・フォー・オールが戻ったので、何か奇跡が起きてもおかしいですが、おかしくはないです。オマージュなので。ただデクはワン・フォー・オールをロケットにして歴代の魂をシガラキトムラの魂にぶつけました。要は歴代が消えたと。オール・フォー・ワンという最大目標があったワン・フォー・オールが役目を果たして消えたと考える方が自然ではあります。 1-7 くすぶる炎。この最新話ではデクが無個性になったのかもという前提がありましたが、どうなるんでしょうか。最後までもったいぶる堀越先生、最高です。僕小三治的には五分五分の印象かなと。デクは残り火がくすぶっていると口にした以上、個性ワン・フォー・オールが残っている線を追う必要があると思います。ワン・フォー・オールがデクの個性になったというシナリオも十分にあり、青山くんもそっち路線だと思うので理解しやすいところ、くすぶる残り火の詳細は別の動画で追いたいと思いますが、先んじて軽く紹介すると、炎がくすぶるという表現はヒロアカ作中ですでに存在します。それはナンバー163くすぶる炎。この回はインターン編後、サーが亡くなりインターン組が寮に帰宅した人を後日の仮面歩行スタートが描かれました。この話におけるくすぶる炎とは、うららかさん目線だとサーのためにもう少し何かできたんじゃないかなという後悔と、もっと助けたいという決意、かっちゃんさんとトドロキくん目線だと早く追いつかないとという焦り、そしてナンバーワンに戸惑うエンデバー、この3つを指すのがくすぶる炎と。なのでいろんな意味があって難しいところ、心がねくすぶっているという意味でもあるし、エンデバーという炎が物理的にくすぶっているため、ワン・フォー・オールの残り火がどうなっているのか予想がねむずいと。ここはね後日の動画でしっかり深掘りしたいです。デクにワン・フォー・オールが残ってると思う方はぜひコメント欄で教えてください。1-8 おのおのの胸に。デクが目を覚ました横にはオールマイトがいましたが、その光景は非常に懐かしさがあったことでしょう。それはナンバー21おのおのの胸に。 USJ 事件の後、雄英高校の病室で2人は横並びでした。この話でオールマイトは1年 A 組このクラスは強くなると確信したわけです。ここでの小ネタですが、ナンバー21の見開きから分かる通り、 A 組21人説というものがありまして、堀越先生の初期構想では A 組から1人抜けることが確定しています。その直後に体育祭があって、普通科の新宗くんが登場したので、その21人目は新宗くんでほぼ確定ですが、逆に抜ける制度が未だに不明と。ここがね今後注目すべきところになります。緑谷いづくと青山優雅の2択を楽しみましょう。このナンバー21が USJ 事件の話で、これのちょうど1年後にこの第二次決戦があったわけです。まあこうなるとね期待しちゃいますよね。体育祭。続いてはかっちゃんさんを見ていきましょう。なんと彼はリカバリーガールの治療もなしに、エッジショットの処置だけでアホさんと戦い切り数キロを爆速したとかで、僕ご参事もねヨッシー先生と同じくちょっとねよく分かんなかったので、かっちゃんさんの活躍の理解を諦めました。奇跡が起きたようです。 2-1 容態と選択。かっちゃんさんは死んでいましたが、エッジショットのおかげで一命を取り留めました。残った怪我はデクと同じくぐちゃぐちゃになった右腕。彼は面白い選択をしました。腕が治るまで頑張ると。このピーチ上のエリートドクターヨッシー先生は意地悪をしたのにもかかわらずです。ヒーロー活動を見据えるならミルコのように義士の選択もと。昔のねかっちゃんさんなら、まあそうやって誰かと比べられると頭に血が昇って後先考えず勝負を始めちゃう性格でしたが、変わってしまった。 2-2 つかめお前の個性。ナンバー409個性爆破。恵まれた最強個性に生まれたオールフォーワンと爆豪勝樹、その両者の違いは愛されたか否か。この個性爆破一つとっても親からもらったものだと思うようになったと。だから彼は自分の個性を大事にすることにしたと。そしてオールマイトを超える夢も自分だけのものじゃないと思うようになっていたんです。 2-1 なっちゃん。僕は自分の無個性に対して
後悔が一切ないし、最初のセリフ通り、そもそも宝物で夢という認識、無個性となったことに対して悲しい気持ちを抱かないヤバい人なので、その行き場のない読者の気持ちをかっちゃんさんが補完してしまう神展開、ヒロアカ屈指の名場面になってしまったと。なっちゃん超大事な場面を茶化すツッコミ場、あーホリーの悪いところであり、すごいね、いいところですよね。まあ、こう感想を語る時の記号になりやすいから、目の前のデクは無個性になっていて、それに対して涙を流してしまった爆豪勝樹、気がついた時にはもう遅かったっていうやつ、エンデバーの言葉を借りるなら遅すぎたんだ、後悔が罪悪感が今になって、と。ここで面白いのは映画第2弾との対比でしょう。 2-4 無個性のデク。映画第2弾ではデクが勝つためにカッチャンさんにワン・フォー・オールを譲渡しました。その時の彼はすでに自分の弱さを少しずつ認めるようになってて、ワン・フォー・オールに手を伸ばしましたが、それは不本意だったと、ノベライズ版のモノログで語られています。せっかくね、手に入れた個性を手放す底抜けの愚かさ、誰かを助けられるなら迷いもなく自分の夢も命さえ捨てる気色の悪さ、ただその剣をしていたもの、偽善だとすら思っていたデクの行動原理は憧れていたヒーローの中にあったものなんだと理解するようになったと。なぜなら自分は弱くてデクの強さを認めざるを得ない日々だったから。かつての映画第2弾では気色悪いとも思っていたものが今はライバルだと思っていた、だからオールマイトはこう語ったわけです。強くなってるんだよと。 2-5 最高のヒーロー。オールマイトに褒められた緑や爆豪、この2人は最高のヒーローだと。デク VS カッチャン2でオールマイトに疲れた確信、互いに認め合い真っ当に高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける最高のヒーローになれるんだと。デクは自身の波動、ヴィランすらも救わんとする波動が皆を奮い立たせ、死柄木弔を倒せてしまったと。かたやカッチャンさんはというと、目の前のオールマイトを助け、ラスボスのオールフォーワンを倒したと。これ以上にね、綺麗な物語はそうそうないでしょう。デク VS カッチャンさんもね、見てみたいところ。それでは続いて最新話の冒頭、復興の様子をチェックします。舞台は第二次決戦終了から数日後の世界、復興中の日本。時間が大きく飛びました。いよいよ終わりですね。 3-1 メリル。アメリカキャスターメリルから始まった最新話、彼女は反オールフォーワンで生放送中に世界は一人の力で変えられると断言し、放送事故を引き起こしました。 X-Men のストームを彷彿させるメリルさん、以前の彼女は雨の予報をお届けしましたが、今は快晴だと。でも風は吹いていて、その風が世界にどう影響を与えるのかお届けしますと。言うまでもないかもしれませんが、頑張れと応援したくなるデクのひたむきさが世界に一陣の風を吹かしたと。それはハリケーンのようにぐるぐると渦巻いたものではなく、一つの方向に進むもので、その風がもたらした影響を堀越先生が読者に見せたいとのこと。おしゃれだね、見せ方ですよね。普通のね、漫画はもうネームドキャラに語らせるのが鉄板ですが、ヒロアカはね、モブが強い。そしておそらく堀越先生が一番伝えたいのは、メリルがど可愛いということなんでしょう。 3-2 ハイマーリコーチ。堀越先生ありがとうございます。もうマジで感謝しかないです。この日本の復興に駆けつけた男、ハイマーリ光一の存在を、死んでいなかったスピンオフの主人公、日本でビジランテとして憧れのオールマイトのパーカーを着ながらヒーローごっこをしていたけど、かなりいろいろあって日本にいられなくなった結果、最強個性飛行とともにアメリカに飛び立ったメジャー級ヒーロー、ザ・スカイクローラー。この口元とゴーグルはハイマーリ光一でしょう。スターが現着した当時は、なんでハイマーリ光一じゃないんだと思わせる強さ、そしてスターと同等以上の動機を持つ男、そもそも母国を放っておくわけもなく、アメリカないし映画第4弾の時系列の日本で彼は死んでいたのかと目されていたほど、もう嬉しい限りです。 3-3 アメリカ。堀越先生がデクをどう着地させるのかかなり気になるところですが、アメリカもね、視野に入れたいところです。デクはね、行動派オタクなので、今後のエピローグでその死柄木の語る明日という海外ヒーローたちとの戦いを、ま、軽くでもいいので、ね、見れると非常にね、嬉しいですよね。サラームとか、それこそね、光一とか。この光一は渡米してから今年で5年目の25歳、オールマイトと同じく5年間アメリカにいたこととなります。
渡米当時は相変わらず勘違いされがちのキャラで、現地民からの信頼も皆無でしたが、今はどうなっているのか楽しみです。何より堀越先生の絵でスカイクローラーを見れるのが嬉しすぎるところ。この光一はデクの今後の選択において非常に鍵になりそうな人物だと思っています。早回り光一は初めからヒーローになる運命だったし、周りに流されるようにアメリカへすっと渡米したのも当たり前だったのかもしれません。ただ緑谷いずくはこの早回り光一とは対照的な無個性なので、自らの手で運命をつかむこととなるでしょう。その選択としてデクがアメリカに行きたがるとき、現役のメジャー級ヒーローの光一は必要になるはずです。 3-5 サラーム、スピンオフの光一だけでなく映画に登場した海外ヒーローも参戦です。最初に登場したのはみんな大好きサラーム、エジプトのトップヒーロー。個性はパピルスで、体をパピルス状に紙にできる個性らしいですが、この個性が未だによくわかんない。紙として風に乗って高速移動したり、体が二次元で後ろ姿がないというのもわかりますが、どうもエッジショットの介護官っぽい。彼がパワー系のリー・デストロに勝利できるのは千枚同士などからも納得ですが、なぜサラームがトップヒーローなのかわからないわけです。例えばですが、オニンク先輩みたいに対象をパピルスにできるとかだと、まあ超ぶっ壊れですし、最新話のね言動も理解できます。と言いますのも、サラームはこの最新話でセメントス先生に、おいそれこっちによこしたまえと発言していました。意味不明ですね。セメントス先生はセメントを自在に操れるので、サラームにセメントをよこすメリットは皆無。ただサラームが物体をパピルスにできるのであれば、折り紙の要領で建物を作れそうですし、物資を大量に運べそうなので建築現場で躍動しているのも納得だったりします。ちょっと謎が増えたサラームでした。 3-6 海外ヒーローの活躍。サラームの他にはシンガポールのビッグレッドドット、マーライオンのごとく口から大量の水を出せる個性、ハイドロポンプなので戦闘でも強いですが、建築現場でもね役に立ちそうな個性です。他には琉球事務所と協力するヒーロー、エレクプラントの姿もありました。雷の上位互換で電気を生み出せるイギリスのヒーロー、結構ねデザインが好きですね。 3-7 笑顔の市民。市民は笑顔に包まれていました。今回登場した市民は全面戦争のラストに登場した兄弟、エンデバーポーチの兄弟です。かつて瓦礫に埋もれた兄を非力な妹が引っ張り出そうとし、近くでは倒壊直前の建物、その間一髪のところをうららかさんとアスイさんが救いました。そのため最新話の舞台は弱病院の跡地っぽく、関東に限らず全国で復興が進んでいることがわかります。ただこの規模での復興は海外ヒーローが来たからといって容易にできるものでもないはずです。そのため最強のブレーンがいるのは明白。この急速な復興は根津好調なんでしょうか。 3-8 個性的な復興。建築屋のうららくさんパパが登場したり、セメントスが建築をお手伝いしていたりと、かなり個性的な建築現場を見ることができました。こういうね広若世界をもっと見たかった思いもある。例えば自身のイメージを3次元に映し出す個性とかも汎用性が高い。まあマホロちゃんのねホログラムの介護官だったりしますが、まあ、それもまた個性でしょうか。では最後にエピローグです。堀越先生曰く、子供の頃は戦いが終われば自動的に平和になると思っていたけれど、僕らの物語はまだ終われないと、僕らが明るい未来を示せるまでとのこと。この文章でねこれ以上説明することはありませんが、まあ、とにかくおしゃれだし、エピローグをしっかりねやっていただけることに感謝しかないです。 4-1 エピローグ。今後のエピローグは最新話のラストを彩った緑谷トトロキ爆豪、そしてうららかさんと鱗、まあおそらくねクッパ化してしまったスピナー、そしてオールマイト、この5名の今後がそれぞれ描かれそうです。あと A 組ですかね、楽しみです。 4-2 断髪式。デクがついに断髪です。どこか潜在的にデクはずっとこの髪型なんじゃないかなと思っていましたが、違った、髪を剃ってしまい、ジャンプの伝統行事を迎えることに。これはソフトモヒカンなのかツーブロなのか分かりませんが、もう好きですね。デクが体制した感じがあって好きですね。 4-3 雄英高校。最後の絵はコミックスの一巻の内拍子のオマージュ。そこには壊れた雄英高校がありました。壊れた学校よりも町の再建を優先する様子はまさしくヒーローでしょうか。この雄英高校を舞台に A 組は世間に明るい未来を示すようです。
これからのエピローグ、どんなお話が待っているんでしょうか。とにかく楽しみです。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。 See you next 動画。バイバイ。